いつもご視聴いただきありがとうございます。店長の大阪です。はい、これが来ました。じゃん、 TT02 タイプ SRX キット。これは今年のタミチャレタミグラで一番熱いんじゃないですか。この車はかなり熟成されてまして、そしてさらにですね、パーツの方も充実してると。そして足回りもかなり一新されてると。2023年バージョンということで、ご予約も多数いただきありがとうございます。で、かなりついてる、かなりかなりばっかり言ってません、かなりパーツが付属しておりますが、あれこのパーツついてないのっていうのもあったので、店長事前に調べて店長おすすめ8選をご紹介したいと思います。ではまず1つ目、ででん、 DRF ビッグボアダンパープラス、こちらでございます。ノーマルがですね、ノーマルというか SRX 標準が CVA ダンパーついてますので、まず足回りでしょうということで、まずこちらを1つ目に紹介したいと思います。続いて2つ目、ででん、TT02 タイプ S アルミアッパーアームマウント、こちらですね、2個使います。前と後ろの剛性がこれで上がるので、ハードロアデッキも入ってますけど、これも入れるとさらに剛性が上がると思います。続いてその3、ででん、 TT02 タイプ S アルミ LT ステアリングセット、やっぱりワイパーでしょう。ワイパーは入れたいとこですね。それが3つ目です。ででん、 TT02 アルミモーターマウント、これね、僕正直ついてるもんだと思いました。お客さんにアルミモーターマウントも別売りでくださいって言われてってなりまして、急遽入れさせていただきました。ででん、5つ目、こちらです。じゃん、サーボアルミ用ビス、段付きビス、こちらですね、やっぱりノーマルのビスで組んでしまうとですね、サーボの収まりがちょっと悪いんですよね。で、こちら段がついてますので、タブの方しっかり押さえてくれるので、あ、先にあれを進めるべきでした。それは次に紹介します。ででん、第6、 TT02 アルミサーボマウント、これも必要だと思いますね。そして8個目、ででん、 TT02 タイプ S カーボンダンパーステフロントリア、一応 FRP が付属しているようなんですけれども、まあここまで入れたらこれっしょっていう感じで、7番目と8番目に入れさせていただきました。参考になりましたでしょうか。ぜひご購入検討されている方ですね、こちらのパーツも入れたらいいのかなと思います。僕がもし組むとしたらここまでは入れちゃうと思いますので、ぜひぜひ皆さん TT02 SRX ご購入の方は参考にしてください。それでは本日の動画は以上となります。ためになったわーという方はグッドボタン、まだチャンネル登録してねーわーという方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは私、今週末は表彰カップに行っておりまして、現地で余裕があったらライブ配信などしちゃいたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは次回の動画は神奈川県か静岡県でお会いしましょう。それではバイバイ。